どうも、ことこです。今日は1週間のコーデ Vlog を紹介したいと思います。そして今回はおすすめの腕時計、ガーミンさんのスマートウォッチに合わせてコーデを組んでみました。女性向けに特化した小型で時計ルックのスマートウォッチ。一見するとスマートウォッチとは思えない可愛いデザインが素敵です。本日のコーデはこちら。全身をブラウン系で統一したこの茶色いコートと茶色いエコレザーパンツがポイントなんですが、やっぱりブラウン系って女性らしさとか品の良さみたいなものが演出できるので、とてもおしゃれに見えるコーデかなというふうに思います。私がいつもコーデを考えるときに気をつけていることがあるんですが、それは3色以内に色を抑えるということを気をつけていて、アイテムがバラバラでも色が揃っているとおしゃれに見えるので、統一感のあるファッションになるので簡単におしゃれに見させられるコツです。で、今日はその茶コートとパンツがブラウンということと、あとこのバッグもバイカラーになっていて、このバイカラーのブラウン系ですごい可愛くて、ちょっとそこでまとめてみたんですが、その他のそのブラウスとスニーカーと腕時計を白で統一することによって、ポイントカラーがホワイトで春らしい軽やかな印象になっています。盤面のパターンが綺麗で、ジェスチャーやタッチで表示が出てくるんです。で、通常時は画面は消えているんですが、盤面のパターンレンズで手元を演出できるので、こう腕時計というよりアクセサリー感覚で楽しむことができます。ちょっと色がくすんで、あれは多分縁に金がコーティングされてたからの可能性もあるんで、まあ、型落ちだとしてもあんまり色味なくて、ないもの。あれね、結構うまく撮れましたね。これね。あ、そう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 。上手。あ、どっと重くて。あ、そう。動画何個か撮ったんで、うん、好きなのかな。はい、本日のコーデはこちら。テーマは白とピンク、春来たるという感じで、その名の通り白とピンクを基調としたコーデになっています。アウターがピンクで、結構こうインパクトのあるアウターなので、中のトップスと中のお洋服は上下ともにホワイトで留めてみました。で、お靴もホワイトにしたので、ホワイトの腕時計でカラーをまとめて、バッグも白ですね。もう春って感じのコーデになっています。色物を着ることはあんまりないんですが、色物を着るときは本当にオールホワイトかオールブラックでまとめて、何か一つ色のあるインパクトのあるものをカラー素材を入れるっていう感じが私の好きなスタイルですね。まあ、あえてブラウスはボタンを一番上まで留めて優等生っぽく着てみました。小物とトップスとボトムスを同じ色でまとめる、そしてアウターだけ色のあるものを着る、これも結構手っ取り早くおしゃれさんっぽく見えるテクニックかなというふうに思います。もしよかったら真似してみてください。ちなみに LINE の通知はデバイスで見ても既読にならないので有効活用できますね。時計のカレンダーに入れたスケジュールの表示が時計で確認できます。なのでディナーの時間や、まあ、友達との約束の時間など入れておいて確認するのもすごく使いやすいです。多分美味しい。じゃーん、来ました。美味しそう。嬉しい、つけてる。いただきます。これどうぞ。ありがとう。北海道産。さ、どうも、私が北海道産の山賀です。こちら広島県産の山本さんです。どうも。あ、転がったこういう感じ、ほらいいでしょ。いいよ。で、鶏肉ちゃんをちょっと、これが大賀になります。どうですか？美味しい。はい、本日のコーデはこちら。お靴とボトムスは
ピンクのアウターの日と同じもので着回しコーデですね。アウターとバッグとトップスを変えるだけでかなり印象が変わるんじゃないかなというふうに思ってます。このトップスは最近買ったもので、すごくグラデーションが綺麗なんですよね。で、私は基本本当に白か黒っていう服が多くて、そして無地のものが好きなんですけど、柄物はあんまり着ないんですが、これはなんか絶妙なこのグレーと白のグラデーションがとっても綺麗だなって思って、あえて白いパンツに合わせてこのお腹部分がグレーで、胸の方に向かって色がどんどん白になっていくのが素敵だなと思って、ちょっとサンドイッチみたいな感じですね。胸の上の部分とボトムス、お靴は白で、お腹部分は、グレーをホワイトでサンドしたみたいな感じです。で、アウターもホワイト系 でバッグはお腹部分に合わせてグレーのバッグをチョイスしました。そして腕時計はやっぱりこういうコーデを邪魔しない、引き立たせてくれるホワイトのシリコンバンドにしました。すごいスタイリッシュなので、どんなファッションにも合うのがいいですね。はい、本日のコーデはこちら。今日はエネルシアの撮影の日でした。撮影といっても私自身が着用して撮影に挑むので、ブランドのコンセプトやクリエイティブの部分に沿った服装とかを結構自分で考えて持ってくるので、結局脱ぐので、で下は脱がないんですけど、上は脱ぐので、この服も一応衣装の一つです。はい、透け感のあるチュールトップスと明るめの青のデニムを合わせました。そしてやっぱりスタジオで靴を脱ぐので、脱ぎ着のしやすいスニーカーですね。私のお気に入りの、大のお気に入り、こちら2代目のスニーカーです。はい、と、まあ、バッグの中はその衣装だとか、化粧直しをする時のためのお化粧道具だとか、あとはアクセサリー類ももちろんそうですし、取るためのノートとか、まあ、いろんな必要なアイテムが多いので、バッグは大きめのトートバッグを持っています。そして黒のトートバッグに黒のトップスなので、今回は黒い革バンドのガーミンを合わせました。
そのまま花を持ってちょっと離してもらっていいですか。カッ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 、はい、そうそうそう。ということで今回も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。いろんな日のいろんな過ごし方をコーデとともにご紹介させていただきました。詳しい詳細は概要欄に記載しているのでぜひチェックしてみてください。少しでも楽しんでいただけた方は高評価ボタンを押していただけると非常に嬉しいです。チャンネル登録もよかったらしてね。ではまたねー。